開発の対象となったた見川付近開発が進められた阿賀野川中流部、た見特定地域総合開発計画とは、1950年に施行された国土総合開発法に基づき日本国政府が定めた地域開発計画の一つである。福島県と新潟県にまたがって流れる阿賀野川水系最大の支流、た見川を中心に阿賀野川下流に至るまで、 大小様々な水力発電所とダムを建設し、発生した電力を関東地方と東北地方に供給する目的で計画された大規模な河川開発である。この計画の中には奥多畳ダムや多護総ダムといった日本のダムの歴史に名を刻む大事業が含まれ、日本の電気事業士や日本の土木士においても特筆される事業である。 た見川最上流部尾瀬沼、尾瀬から、田後倉庫と日内岳た見川は、群馬県、新潟県、福島県の3県にまたがる尾瀬国立公園の一つ、尾瀬沼がその水源であり、湿原の水を集めながら三条の滝を経て北へ、流路を取り、深い部位時刻を形成しながら、南合津郡た見町の中心部付近で東から、流れる稲川を合わせる。ここから北東に向かいながら、 藍津のマッターホルンと呼ばれるカモだけを抜けて、大沼郡金山町で野尻川を合わせた後、小宅湖の横を流れ、大沼郡三島町、川沼郡柳津町、藍津番下町を過ぎた後に、北方市旧山和町付近で阿賀野川に合流する。流路延長 146.0km、流域面積約2800平方 km の日本屈指の大河川である。川は、 流域の大半が山地で占められ、平地は極わずかである。特に上流部は三国山脈の険しい山岳地帯で、人石未踏の地も多い。加えて、年間雨量は2500から3000ミリに達するタウ地帯であり、しかも冬季は豪雪地帯で春季の融雪と夏季のタウによって、水量は極めて豊富で、藍津番下町変門におけるピーク時の基本。 高水流量は、毎秒9000立方メートルにも及ぶ。加えて、源流から阿賀野川合流点までの落差が1500メートル近くも、ある。こうした、自然条件は、急流、豊富な水量、高落差という水力発電の好条件をすべて、備えており、ただ見川は、水力発電には日本で最も有望な地点の、一つとして古くは、 明治時代から電力会社にとっては水縁の的であった。現在とは違い当時は日本各地におびただしい数の電力会社が存在しており、経営拡大のため激烈なシェア争いを演じていた。ただみ川の開発を成功させることは他の電力会社に対し一等地を抜く存在になり得ること明らかで、いわば電力会社にとってただみ川は宝の山的な存在であった。 しかし、険しい山岳地帯と厳しい気象条件がこれを阻み、本格的な開発にはなかなか乗り出すことができなかった。ただ見川、阿賀野川の水力発電の歴史は、一方で、電力会社の勃興合併、拡張の歴史でもある。ここでは、時系列でその遠隔を記す。阿賀野川水系発の発電用ダム、可能せダム。 東信電気によって1928年に運転を開始したカノセ発電所。只見川において初めて水力発電事業が計画されたのは1910年のことであった。岩城水力電気発起人の大田黒十五郎らが只見川と稲川に各一箇所の水路式発電所を計画し河川管理者である。 宮田光夫福島県知事に申請したのが最初とされる。これ以降様々な電力会社が、ただ川や阿賀野川、小宅湖の発電用水理券取得申請を行った。スーの会社が水利券申請を行ったが、最初に福島県知事の許認可を受けたのは、現在の山郡西合津町を地盤とした野沢電気株式会社であった。 1916年創立のこの会社は、資本金を増額するという条件でただ見川の推理権を1919 19年に獲得した。この結果会社の株式はプレミアムがつくほど高騰し、結果条件として掲げていた、資本金に1000万円を集めることができた。それまで、野沢電機の伝統は夜にちらりと光るだけ、と地元民から揶揄されていた。 貧弱な電力会社が一躍時代の長寿となったのである。この水利権獲得を機に、野沢電機は、ただ見川水力電気株式会社と解消し、現在の大沼郡金山町にある上田発電所付近を取水口として、トンネルを経て、西藍津町の阿賀野川に出力1万キロワットの水路式発電所、野沢発電所を建設するという計画を立てた。 ところが許可の際に、福島県内務部長から効率的な水力、発電方法に改善するよう指示を受け、その計画変更許可申請書を提出するように、命令が出されていたにもかかわらず、ただ見川水力電気は定められた期限までに、申請書を提出しなかったのでせっかく取得した、水利権を喪失するという失態を犯した。空白となった。 水利権に対して再度多くの電力会社から取得の申請が出されたが最終的に東北水電株式会社がただ見川水力電機を合併して有利な方法による水力発電計画を提示したことにより水利権を獲得した東北水電は水利権を獲得すると東北電力株式会社を創立再度野沢発電所の計画に乗り出したのである ただ、三河河流での水利権獲得競争が始まった頃、源流である小瀬沼についても水利権申請が行われていた。関東水電化部式会社は1919 19年8月14日、小瀬沼にダム式発電所を建設して、利根川水系の片品川に導水し、水力発電を行うことを利根川の河川、管理者であった群馬県知事に申請していた。 この申請は、当時の現内閣の内務大臣であった、常並武次郎の強力な講演もあって、関東水田に、水利権の使用許可が下りた。ここに、尾瀬ゲンダム計画が開始されたが、宮田福島県知事は1921年に、尾瀬沼の関東水田への水利権取得は、容認できないとして、反対を表明した。 その後関東水田と群馬県の動きに対抗すべく、小瀬沼の発電用水利券を14件認可したが、内務省と低新省は関東水田の計画を優先し、福島県が強化した水利券使用をすべて却下した。この間、平野長蔵が小瀬原ダム建設に反対するため、単独で小瀬に定住して抵抗の姿勢を表し、玄内閣の後を継いだ。 加藤智三郎内閣の水野蓮太郎内務大臣に計画の中止を求める書簡を送っている。一方下流の阿賀野川については立憲政友会所属で阿賀川水力電気発起人の一人であった吉野修太郎が1918年に水利権使用申請許可を宮田福島県知事に申請したのが最初である。だが政友会と対立する 県政会所属の大島洋造が同市19名と語らい岩越電力株式会社を組織して同じく阿賀野川の水利券使用申請を申請したのである。声友会と県政会の代理戦争の様相を呈した阿賀野川の水力発電開発は同年12月に声友会所属でもあった宮田知事が阿賀川水力電機に 水利権の使用許可を与える胸内諾した。だが、宮田知事は内諾後すぐに転出、水利権使用許可申請は6年間保留状態であった。6年後福島県知事が川淵広島に変わると、岩越電力は再度水利権の申請を行ったが、この時、川淵知事は、上流が、西友会なら下流は、県政会の方が公平を期すことができるとして、 只見川合流点より、下流の阿賀野川の水利圏を、福島県川上流部は、阿賀川水力電機に、新潟県川下流部は岩越電力に与えた。岩越電力は、水利圏を取得後の1927年、東新電気株式会社に買収され、現在の新潟県東神原郡阿賀町可能瀬に、ダム式発電所を建設する計画を立てた。これが、可能瀬ダムであり、 同年に着工した。このカノセダムが、阿賀野川、タ見川流域における、最初の発電用ダムであり、以降タ見川、阿賀野川にもダム建設ブームが到来するのである。豊かカダム。1929年完成。信号ダムと信号発電所。1939年完成。タダ川の水力発電事業は、長大なトンネルによる。 水路式発電所、野沢発電所が、東北電力によって進められていた。だが、東北電力は、オゼ・ゲンダム計画を進めていた。関東水電とともに、新越電力株式会社に1928年、九州合併されていた。その新越電力も合併後すぐに名称を、東京発電株式会社に改め、さらにほどなくして、 東京電灯株式会社と合併する。実に目まぐるしい電力会社の変遷はあったが、水力発電事業はそのまま進められ、ただ川流域の水利圏については、尾瀬沼から阿賀野川合流点まで事実上、東京電灯が一手に握ることになった。東京電灯は、稲わしろ湖や、裏番台3個の水力発電事業を行っていた、稲わしろ水力電機も合併しており、 結果として、只見川合流点より、上流の阿賀野川水系はほぼ、東京電灯によって開発されることになったのである。ただ、三河わ流域の開発では、野沢発電所計画がそのまま継続していたが、着工までには至らなかった。それは、当時世界恐慌の煽りを受けて、日本の経済界も深刻な不況に陥り、それに伴って、電力需要が低下した反面。 電力開発は年々増強の一途をたどり、電力過剰状態になったためである。東京電灯は、野沢発電所計画のほかに、小宅沼を利用した、用水発電計画を申請していたが、電力過剰に対応するために事業の一時休止を1929年に申請、内諾を受け保留した。だが1929年を境に、電力需要が、 にわかに増加に転じたことから1933年に再開した。だが、野沢発電所計画は、長大なトンネル掘削は不経済であることから、計画の変更を余儀なくされており、はかどらないままであった。だが、その他のただ川流域における開発は、計画が進捗し、1925年から1927年にかけて、 小宅沼用水発電計画をはじめ、ただ川第一から第五発電所、白戸川第一、第二発電所、袖沢発電所、加納津川発電所の10地点の水力発電所計画を申請し、福島県の許可を得た。これにより野沢発電所を含めた11発電所の総出力は34万2 0 0 0ットにも及んだ。 一方、オゼ・ゲンダム計画は当初、ゼヌ沼にダムサイトを計画していたが、1934年、日光国立公園にオゼが指定されたことから、建設地点を変更し、オゼが原出口に高さ85メートルのロックフィルダムを建設し、有効貯水容量3億3000万立方メートルの巨大な人造庫を誕生させる壮大な計画に変わっていった。ダムによって形成される。 尾瀬原貯水池の水は、利根川最上流部に建設が予定されていたや、木沢ダムとの間で、用水発電を行い、尾瀬第一、尾瀬第二発電所によって、それぞれ17万9キロワットと18万5キロワットの発電を行う方向性が固まった。しかし、福島県は特に、福島県会が、利根川の導水に猛反発し、これに押された。 検討局は以後群馬県との間で分水をめぐり、争うことになる。この問題について、東京電灯は、群馬県と福島県の間で板挟みとなっていた。阿賀野川の水力発電事業は、東新電機が、可能性ダム建設を進め、ダムに付設された、可能性発電所は1928年11月より、運転を開始した。東信電機は、 阿賀川水力電機と競合し対立していたが、この頃になると、ダム建設の資金調達から一過線一社運営への必要性を感じ、阿賀川水力電機と合併に関する協議を行っていた。阿賀川水力電機もこの申し出に応じ翌1929年、阿賀川水力電機を吸収する形で、両者は合併する。合併した同年には、カノセダムの直上流に、 豊上ダムと豊実発電所を完成させ、さらに開発の手を上流に伸ばしていった。1936年には、阿賀野川と只見川合流点の直下流に、信号発電所を計画して、信号ダムの建設に取り掛かり、1939年に完成させた。そして信号発電所完成の直後には下流に、山号発電所を建設する計画に着手した。 しかし、このごろ戦時体制を進める政府は、電力の国家統制を進めており、電力業界にもその暗雲が垂れ込めてきたのである。困難な工事を乗り越え完成した宮下発電所。1949年運転開始。建設中に日本発送電に接収された山郷ダム。戦時中の1943年完成。 1938年、東条秀吉ら軍部統制派の圧力に押された第一次、この絵内閣は、戦時体制を遂行するため電力の国家管理を、目論み、松永安左衛門ら電力業界の猛反発を、抑え込んで、第73帝国議会に、電力国家管理法案を上提翌1939年4月1日に、国家総動員法とともに、 電力管理法、日本発送電株式会社法を成立させた。これに伴い特殊法人として発足した、日本発送電株式会社は、出力 5000kW 以上の水力発電所及び、出力1万 kW 以上の火力発電所を、ほぼ例外なく、管理下に置き、かつ、同規模の新規電力開発を電力会社が実施する、ことを事実上禁止した。 ただ川や日橋川稲わしろ湖などの水力発電所を保有、もしくは計画していた東京電灯は、季節の水力発電所のほとんどを、日本発送電に接収され、ただ川で計画していた11発電所も、施行の継続を差し止められた。東京電灯は発電用水利権が残されたものの、発電所の開発も運用もできないことから水利権も、 有名無実な状態に追い込まれた。また、東新電機が所有していた信号、豊上かの瀬の3発電所と試行中の山号発電所も接収され、大正時代から民間によって開発された水力発電所はほぼすべて取り上げられた形になった。日本発送電は発足後の1940年2月20日、監督官庁である低信小電気庁を通じ、 与内内閣より、宮下発電所建設事業着手の指示を受けた。この宮下発電所は、小宅湖の下を流れる只見川に宮下ダムを建設し、最大64,200キロワットを発電するというものである。だが、この宮下発電所を建設すると、東京電灯が保持していた野沢発電所及び小宅沼用水発電所の水利券と競合する。 そこで、日本初送電株式会社法第24条に基づいて、東京電灯が保有していた水利権を行政処分にて取り消し、宮下発電所の工事に着手したのである。ここにただ見川最初の水力発電計画となった野沢発電所計画は、水エルがもともと費用対効果の面で非効率的な発電所であり、仮に完成していれば、 宮下発電所より下流の発電所が建設できない可能性があった。その意味では、長期的に見た場合の沢計画の中止は、ただ川の水力発電計画には、プラスに働いたのである。1941年に始まった、宮下発電所建設事業は困難の連続であった。まず冬季の豪雪と夏季の豪雨が工事の進捗を阻み、続いて、 戦局悪化に伴う物資の欠乏で放流用のゲートの搬入もままならなかったばかりか、次第にダム建設のための物資も枯渇する割様となった。こうした状況にもかかわらず、日本発送電の監督官庁であった軍事省電気局は1945年までの完成を減明しており、中国人労働者の強制労働などで工事を進め1944年には、 ダム湖への淡水が開始された。だが、完成予定の1945年日本は終戦を迎え、一時工事は中断する。しかし今度は戦後復興のための事業に変化し、工事は再開され、物資と電力が極端に欠乏する中で1946年に発電所第1号機が運転を開始、13,800kW の電力を生み出すことができた。 そして1949年には当初の計画を半減し認可出力3 6 0 0 0ットとして事業を完成させた。これは阿賀野川に建設されていた山郷発電所でも同様だった。一方福島県が頑強に反対していたオゼゲンダムの利根川への分水計画であるが1944年9月16日に荒木万寿。 夫軍受賞電気局長は、日本発送電に対し、尾瀬沼から、富川水系片品川への流域変更による、発電所出力増強を直ちに図ることという指令を、下した。そして、日本発送電から石井英之助群馬県知事と、石井正和福島県知事に対し推理権使用の、早急な許可を求めた。福島県は、当初より、 分水反対の姿勢を崩していなかったが、軍部に逆らうことの具を悟り、やむなく、巨人化を下した。日本発送電が、小瀬沼の分水を、緊急措置として使用し、戦争終了後は、現状復帰すると確約したことも、福島県の認可を引き出す要因になった。翌年に戦争は終了し本来なら、現状復帰されなければならないところ、軍事賞廃止後に、 電力行政を継承した、商工省は、国土復興のためとして、オゼ沼から片品川への分水を継続するよう、日本初送電に指示した。福島県としては、当初の約束を保護にされた形になるが、今度は、国土復興という大義名分には逆らえず、これを認めた。その結果、オゼ沼から、三平峠を、 トンネルで越えて片品川へ導水する事業が1949年完成する。小宅湖空札中央が小宅湖、右上が只見川。右端中央の只見川沿いにある白い建物が小宅沼発電所。奥只見ダ,ダム。日本屈指の規模を誇る巨大ダム。1962年完成。田後草ダム。 奥多ダ見ダムと並ぶ多ダ見川流域最大級のダム。1959年完成。宮下発電所の建設を進めていた日本発送電東北支店は、1946年に多ダ見川、阿賀野川の総合的な水力発電計画を起とし、政府の指示を得ずに自主的な調査を開始した。南合津国北村に調査所を設置し23名にて、 ただ見川の気象、水門などを調査した。さらに、翌1947年には、商工省が、ただ見川、尾瀬玄、利ね川総合開発計画を策定しただ、みが流域の調査を委託。その結果、ただ見川調査所も上流部と下流部に分離、拡大して、調査を続行した。1948年10月には、 東北地方電力復興計画案をまとめ、北上川、戸和田湖、田沢湖、稲城湖とともに只見川が重要な開発地点に挙げられ、特に只見川は復興計画にある水力発電計画の87%に及ぶ約247万キロワットを新規に開発できると報告した。 この間、ただみ川の水力発電計画の骨子として1947年3月に、ただみ川筋水力開発計画概要が発表された。これによれば、ただみ川と阿賀野川に連続して15箇所のダム式発電所を建設、季節後発電所の出力を増強させることで新規に増加する発電出力は235万キロワットに及び、 年間増加発電量は55億キロワット時にも上るとして、その開発の有用性を主張した。この中で、根幹事業として、多だ見川最上流部に4カ所、稲川に1カ所の巨大ダムを建設し、大容量貯水池を建設するとした。ここにおいて初めて、奥多だダ,ダムと多語層ダムの2大ダム計画が登場した。また、尾瀬源ダムは、この計画で、 用水発電から一般水力発電に修正され、利根川の分水もなくなりダムの規模も縮小された。この案は後に、只見川本流案となる。本流案は、只見川、尾瀬げ利根川総合開発計画案を審議する、只見川、尾瀬沼、利根川総合開発調査審議会2948年、提示されたが、同時期新潟県は、 只見川の豊富な水量を、信濃川水系に同水して、灌漑に役立てようと考え、只見川分流案を引っ下げ、福島県と対立した。また、尾瀬分水案をめぐって、福島県は、群馬県と争うなど、只見川をめぐって、河川管理者である福島、新潟、群馬3県が争う三つどもへの構図が生まれた。日本初送電は、その第一歩として、 宮下発電所建設の際に中止された、小宅沼用水発電所計画を復活させ、1949年、福島県に水利検申請を行った。ところが、日本発送電は1948年に、連合国軍最高司令官総司令部より、戦時体制に協力した、独占資本であるとして、過度経済力集中排除法の指定を受けた。以後、 松永安左衛門を委員長とする電気事業再編成審査委員会の検討を経て1951年ポツダム政令に基づく電気事業再編政令が発令され日本発送電は全国旧電力会社に分割民営化されたこの中で東北支店は東北電力に関東支店は東京電力に改組発足する東京電力は 東京電灯やそれ以前に合併した電力会社の流れを組み、ただ見川に深く関与していた。一方東北電力は戦後ただ見川の開発調査に携わり、両者はただ見川の魅力的な電力資源をめぐり対立を深める。一方政府は全国で頻発する水害に対処すべく1949年に経済安定本部主導で、 河川海底改修計画を策定し、全国の主要6水系において、多目的ダムを柱とする治水計画を立てていたが、翌1950年には、治水に加えて、水力発電や考えを目的として、河川総合開発を広域的に実施し、地域開発を強力に推進して、国土復興を行う目的で、第3次、吉田内閣は、 国土総合開発法を成立させた。この中で全国22地域が総合開発を重点的に実施する特定地域に指定され、その基本計画である特定地域総合開発計画が策定された。東北地方では北上特定地域総合開発計画をはじめとはだ、岩木川、北大千円、アニタ沢、斎場が指定されたが、 福島県では、ただ川の電源開発事業が、重点開発地域に指定され、関東と東北に対し、広域的な電力供給を行うため、1951年12月、ただ特定地域総合開発計画が発表された。さらに、翌1952年には、電源開発促進法が成立し、未だ経営基盤が脆弱な電力会社の、 電力新規開発を強化するため、高崎達之助を総裁に、電源開発株式会社が発足し、ただ川の開発に乗り出すことになった。これに伴い1953年8月5日、総理布告示第155号として、電源開発の事業としてただ川、電源開発計画が公表され、官報に掲載されたのである。 ただみ特定地域総合開発計画の発表、さらに電源開発の参入により、ただみ川と阿賀野川は日本を代表する、電源地帯に成長する、第一歩を踏み出したのである。ただみ特定地域総合開発計画では、複数の事業者、地方自治体によって様々な計画案が提示された。ここでは、その計画案について解説する。ただ、みが本流案とは、 飛発東北支店が1947年に発表した、ただ見川河辻水力開発計画概要が基礎となっており、飛発東北支店及びその地盤を継承した、東北電力と福島県が推した計画案である。本流案の骨子は、ただ見川の源流である尾瀬から最下流の阿賀野川まで一貫して、水力発電所を建設するものである。その特徴としては、 只見川と阿賀野川、および、支流の稲川に、階段式に21箇所のダムと、水力発電所を建設し、可能な限り火水を利用するというものであった。特に、只見川西上流部には、尾瀬源奥只見前沢、田後荘の4ダム、稲川には、内川ダムという有効貯水容量が1億、立方メートルを超えるダムと大容量貯水池を、建設して、 大規模な水力発電を行い、下流には新たに滝、本名、上田、柳津、片門、上野尻のダム式発電所と、小宅沼用水発電所を建設する。これによって新たな電力を開発するとともに、すでに建設されている宮下、新号、山郷、豊上、可能瀬発電所の出力増強を図る。さらに阿賀野川再下流部には、 上流の発電所群より放流された水量を調節し、阿賀野川下流部の水量を一定に維持するための逆調整地として洋川ダムを建設するという計画である。計画の内容は以下の表に示す。この計画では、奥ダ畳ダムがほぼ現在の規模で計画されているが、田後総ダムは現在の規模よりも小さい。この他に前沢と内川の大ダムが建設される。 そして、オゼゲンダムは講述する、オゼ分水案に比べ規模を小さくしたほか、揚水発電から、一般水力発電に変更され、利根川には分水されない。これら21カ所の発電所が完成すれば、総出力は177万6200キロワットとなり、建設費も他の計画案に比べ安くて済む利点もあり、最も効率的に発電を行えると主張した。 ただ川分流案とは、新潟県が発表した計画案である。最大の特徴は、ただ川の水を、越後駒ヶ岳を隔てた、信濃川水系に分水し、水力発電を行うと同時に、有数の国草地帯である、越後平野の田畑に灌溉用水を供給するという、多目的河川開発計画である。この計画案でも、 奥多ダミダムと多ソーダムを計画の中心に据えているが、本流案との違いは、奥多畳、多語層の両ダムからトンネルを通じて、品濃川の支流、魚野川流域に同水することである。当初の案では、奥多ダミダムから魚野川の支流である佐那市川、多ソーダムから同じく、魚野川の支流である、破綻川にそれぞれ分水し、佐那市川筋には、 湯本タ第一、第二発電所を、破綻川筋には、破綻川、黒又川合流点にご味沢ダムを建設して、入広瀬発電所、土地尾発電所を建設。さらに、ここからトンネルで、狩谷田川へ導水して、長岡発電所で発電を行った後に、品の川へ放流するという計画であった。しかし、た見川、尾瀬源、 利根川総合開発調査審議会において、湯野谷第一第二発電所建設予定地点が、発電所を建設するだけのスペースがないほか、ダム建設地点の地質問題、長岡発電所導水トンネル建設地点が、油田、水田地帯であることなど問題点が、経済安定本部や、商工省から続々指摘された。このため、新潟県は、 計画を修正して、奥多ダ見ダムから分水した水は、建設地点を変更した、湯の谷第一、湯の谷第二発電所経由で、田後草ダムから分水した水は、建設地点を変更した、破綻川の五味沢ダムと、小出発電所へ送水。ここで、両ダムの水が合流し、小出発電所からはさらに、現在の長岡市。 妙見関付近に建設する妙見発電所に送水され、発電した水を品野川へ放流するとした。導水に使用するトンネルの総延長は約4 0トルにも及び、青函トンネルに匹敵する長大なトンネルであった。この他当初の案では考慮されていなかった只見川本流の開発も行われ、滝、本名、上田。 縦岩の核発電所を建設する。滝と本名に関してはいずれかの地点を選択して、高さ約90メートル、有効貯水容量3億立方メートルのダムを、縦岩地点には1億2000万立方メートルのダムを建設する。さらに日の江又発電所などの新設や只見川下流に、ある既存の発電所の出力増加も行うとした。 この案で見込まれる創出力は134万キロワットであり、只見川の豊富な水を発電後に、品野川に融通することで、農地面積を拡大させ、当時喫緊の課題であった、食料増産を図ることを目的とした。以下に計画案を示すが、発電所計画の詳細については、不明な部分が多いので、品野川流域への分水を利用する。 発電所とダム計画のある発電所を掲載する。新潟県は、この計画案によって、ただみ川と信濃川の間にある、高落差を有効に利用できることから、大規模な水力発電が行えるほか、信濃川流域の国草地帯に灌漑用水を供給することで、当時政府が最重要課題に挙げていた、食料増産と、 電力開発を同時に実施できて、一挙両得であると主張した。なお、新潟県の案と似通ったものに、電源開発調査会案がある。この案では、有効貯水容量6億トンに規模を拡大した、オゼゲンダムによる、用水発電が加わっている。その他は、新潟県の案とほぼ同様である。ただし既存の発電所出力の増強と、上野市里、上川、 内川、辰見山核発電所の新設は行わない。尾瀬空撮写真左端が、尾瀬沼で中央が尾瀬ヶ原。谷の部分を只見川が流れ、写真中央部の尾瀬ヶ原出口付近に、尾瀬ゲンダムが計画されていた。尾瀬ヶ原前景。仮に、尾瀬ゲンダムが完成していれば、出現のほとんどは、湖となっていた。 オゼ分水案とは非発関東支店の地盤を継承した東京電力と群馬県が推した計画案である。最大の特徴は、オゼ原場ムの水を利根川水系に分水し、水力発電を行う計画になっていることである。1919年に関東水田が提示した原案は、低新省が示した案を東京電灯が受容することで、ほぼ骨格が固まっていた。 この中で、オゼゲンダムの規模は高さ85メートル、貯水容量3億3000万立方メートルと他の計画案に比べて規模が最大になっている。そして、オゼゲンダムの水は、オゼ第一第二発電所によって利根川との間で揚水発電を行う。この当時群馬県は、利根川上流部に、や、木沢、奈良また、 幸い地の三ダムを建設して、水力発電を行う計画であったが、東京電灯は、これと整合性を取りや木沢ダムを、下部調整地とした、用水発電を行うとした。これによって、合計36万4000キロワットの発電を、行うほか、利根川下流にある季節の水力発電所の、出力増強を図る計画である。 計画全体における認可出力の合計は67万7 0 0 0ットとなる。この案は1947年に、商工省が経済安定本部の委託を受けて策定した、ただ見川、尾瀬源、利ネ川総合開発計画の中でも、中心事業に位置づけられ、東京電力などは、京浜工業地帯への電力供給を図り戦後、 疲弊した経済を早期に回復させることが可能と主張した。ただし、ただ見川流域では当時東京電力が推理権を所有していた本名を上田発電所以外での開発は行われない。野口研究所案とは日日コンツェルン創始者である野口従が資材を当時設立した財団法人野口研究所が策定した計画案である。 戦前朝鮮半島における水力発電開発事業を行った経験から戦後日本各地の大規模開発計画の調査策定を手掛けただ川の開発についても調査を実施し発表した最大の特徴は大規模な水力発電もさることながら水運の微妙を図るため日本海と太平洋を結ぶ運河を河川を利用して連絡させるという壮大なものであった この計画案では、信濃川、阿賀野川、只見川、稲輪白湖、阿武隈川、鮫川の六河川を運河で連結し、東北地方を横断する形で、日本海と太平洋の間を200トン級の船舶が運航できるようにすることが骨子であった。また水力発電については年間で90億、キロワット時の電力を生み出し、合わせて林業、工業資源の開発を行うとした。 この案によれば、阿賀野川と只見川に2カ所、品野川と阿武熊川、鮫川に、各1カ所の長距離大ダムを建設し、各河川の支流にもことごとくダムを建設して、水路で結び、効率的な発電を行うことができると主張している。計画創出力は、すべての案では、最大の327万7000キロワットとなる。以下に計画案を示すが、 ダム、貯水池の諸言は不明であるため割愛する。最大の貯水池となる阿賀野川貯水池は、現在の東神原郡阿賀町と阿賀野市境界付近に建設され、淡水面積は、奥畳湖の約6から7倍に相当しその上流端は、畳川の合流点を越えて、藍津番下町と北方市の境、濁川合流点付近にまで及ぶ。 阿賀野川単独では貯水池が形成できないため、阿賀野川支流の創出側にもダムを建設し2カ所のダムで貯水を行う。ここで出力74万キロワットの発電を行う。また、多田見川に建設される多田見貯水池は、現在の滝ダム付近に計画されたが、その上流端は、現在の田後倉庫上流端及び、南会津郡南会津町南郷付近にまで及び、 貯水池規模も、阿賀野川貯水池とほぼ同じである。このほか品野川は、小千谷市と長岡市境付近、阿武熊川は、西白川郡中島村、勝津付近に大規模ダムが建設される計画であった。しかしこの計画が実行されると、すでに建設されていた宮下、新郷山郷豊上、鹿の瀬の核発電所が完全に水没するほか、 水没により移転を余儀なくされる、住民数が膨大になることが予想された。大鳥ダムと大鳥発電所、空撮1964年完成。前沢ダム計画を縮小、変更して建設された。た見川唯一の重力式、アーチダム。大鳥ダム湖と奥多田湖空撮各計画案が出揃ったところで、 電気事業再編成令と同時に施行された公益事業令に基づき組織された公益事業委員会は1951年アメリカ合衆国海外技術調査団すなわち王子にただ見特定地域総合開発計画案の策定を依頼依頼を受けた王子は各計画案の比較に入った王子は来日後直ちに全ての計画案が検討している発電所 ダム建設地点を実地調査し、検討の上で結論を立てた。まず全体的な観点として、いずれの案も希望的観測が強い傾向にあるとし、特にダム建設に伴い発生する住民への保障問題とそのコストには何ら検討がされていないと批判した。その上で各案の主捨選択を行ったが、最初に最も構想が壮大な 野口研究所案については、その実は大部分の地点の地質調査は貧弱である。上地表調査のみでもダム建設に対する可能性に疑念を生じさせるものであり、その上他の案よりも建設費がかなり割高であり、また既存の発電所、道路、鉄道、損落等の設備の破壊、建設に要する歳月を考えると、技術、経済及び政治的見地から妥当を書くとして、 却下した。新潟県が主張した2カ所から流域変更する分流案については想定される電力量の経済などから電源開発調査会が提唱した1カ所から流域変更する分流案に劣るとしてこれも放棄された。東京電力の尾瀬分水案については重要な決定には関係しない本流案と分流案いずれにも含まれる。 開発計画の修正案に過ぎないとされた。このように検討案を絞り込んで、本流案と電源開発調査の分流案で検討を行った。結果、翌1952年5月に東北電力と福島県が押す、只見川本流案が重要な諸要素について、分流案よりも勝るとされた。王子は本流案を修正し、 本流に沿って13の水力発電所を新設、8つの季節発電所を増設することを勧告し、最終開発の出力合計は193万キロワットとされた。政府はこの答申に沿った形で只見川の電力開発を行うことを決定した。また王子はダム技術の面においても勧告を行った。王子は 只見川の他日本各地のダム計画にも勧告、助言を行っており、宮崎県の上シーバダムをアーチ式、コンクリートダムに変更させ、技術的な助言を行うなど日本の土木技術にも影響を与えた。王子は、只見川のダム計画についても、低廉な電気料金の維持という前提で計画を立案する必要から、経済性追求の観点で可能な限り、 コンクリート量を節減できるアーチダムを採用させようとした。だが、アーチダム建設の絶対条件である堅固な両側岩盤の存在が計画されたダム地点では得られず断念する。しかし只見川、阿賀野川の莫大な水量を制御するため、そのほとんどにおいて水圧に対し最も安定性の高い重力式コンクリートダムが採用された。 一方、放流用ゲートについては戦前建設されたダムのようにゲートを多数並べて水量を調節する方法から少数であるが大型のゲートを使用することでゲート設置費用の縮減を図ろうとした。この勧告はすでに岐阜県の丸山ダムで採用されていたが、只見川においても採用された。これにより、かのから宮下まで戦前に計画されたダムと比べ、 戦後に建設されたダムについては、洋側ダムを除き多くても八門までのゲート数に減らし、工事費節減に寄与している。王子が勧告した修正案なお、尾瀬分水案について王子は、将来的には、経済性に優れる計画案であるとしたものの、本流案に比べて、現時点では、経済性に劣るとして却下した。だが、 この頃、ゼブンスヤンは事実上凍結に近い状態に陥っていた。それは1949年に建設省、止水調査会が経済安定本部の指示を受けて策定した、トネ川海底改修計画において、オゼゲンダムの下部調整地として利用する予定であったや、木沢ダムが止水目的に利用されることが決定したためである。 1947年のカスリン台風による、利根川決壊は、首都、東京を水没させる、非常事態になり、利根川の治水が、河川行政上最大の課題になったためであり、治水を優先させるという政府方針によって、焼沢ダムは治水用に変更された。これにより、オゼ第一、第二発電所計画は、白紙となり一旦凍結とした。また、 国立公園を管轄する厚生省や文部省、日本自然保護協会などが、オゼ・ゲンダム計画を貴重な自然を破壊するとして反対運動を繰り広げていたのも背景にあった。結局、オゼ・ブンスヤンは1953年に棚上げされる。このようにして、タダミ特定地域総合開発計画は、タダミ川本流案をベースとして計画が着手されることになった。 しかし様々な利害が錯綜する。この計画は多くの対立を生んだ。特に以下の問題は政治的な問題や反体制運動が絡むなど複雑回帰なものであった。こうした諸問題において中心的な役割を果たしていたのは当時の福島県知事大竹作まであった。黒又川第一ダム。 ただ川分水問題を解決に導く契機となった、黒又川分水の中心事業。ただ川分流案を推していた新潟県は、ただ川本流案の採用が決定した後も、頑強に自らの計画案を推し、政府や福島県に猛反発した。新潟県は、王子の結論に対して、本流案を最も有利であると前提にした上で、 比較検討しているとして公平性に欠けると批判。また、本流案は、電源開発のみをその中心に据え、河川総合開発事業としての検知に立っていない。分流案は、水力発電の他農地開発による、食料増産、さらに、ただ見川、阿賀野川の治水においても有利であり、喫緊の課題である、食料増産と、電力開発を同時に遂行できるとして、 従来の主張を繰り返した。そして技術的な面、水没地保障の面でも、本流案に比べ負担が少なくて済むとも論じた。この新潟県の反発は、中央政界にも波及した。当時の与党であった、自由党内部では吉田派と鳩山派が熾烈な構想を繰り広げていたが、新潟県選出の自由党議員は、内閣総理大臣であった、吉田茂に対し、 分流案を認めなければ自由党を集団で離党すると揺さぶりをかけた。一方福島県側も福島県議会議員50名が1952年8月13日に上京し、やはり政府に対して本流案の貫徹を強行に陳情した。福島県は吉田派であった農林大臣、広川広自然の力が強く、これに対抗するため、 新潟県は鳩山派に傾斜するといった具合であった。さらに、両県の対立は、口述する、水利県問題の原因になった。政府は、妥協点を探るためたびたび電源、開発調整審議会を開催、電源開発により奥田、奥畳、見多子ウなどの見川上流開発を行う方針を、固めて、地域紛争を排除し、かつ、 新潟県が納得する妥協点を探った。こうした、度重なる、協議の末、佐那市川への導水を廃止する代わりに奥見ダ,ダムから、島の川水系黒又川に見川の水を分水し、黒又川に、黒又川第一ダム、黒又川第二ダムをはじめ合計4カ所の水力発電所を建設。ダムに貯水した水で、越後平野の灌えを行うという、 黒俣川分水案を提示し、1953年7月28日、吉田首相が首相官邸に大竹福島県知事と岡田翔平新潟県知事を招いて、黒俣川分水による妥協案に同意するよう求めた。これに対し、大竹福島県知事は県幹部、県議会議員と協議をして、小形武虎副総理に了解の旨を伝え、 岡田新潟県知事もこれ以上の反対はかえって、分離案に不利になるとして即座に同意。8月5日に、黒又川分水を含めた奥多田見、多護層発電所の着工が決定した。本名ダムと上田ダム水利圏をめぐり、東北地方対関東地方の激しい対立を招いた。王子の勧告で、多田見川本流案による開発が決定した後、 東京電力は前身である東京電灯が保有していた只見川の水利権を行使すべく1952年6月30日に本名発電所と上田発電所の水利権使用許可を大竹福島県知事に申請したところが大竹知事は両発電所の水利権は東北電力に認めるとして東京電力の申請を却下 河川行政を司る野田一いち建設大臣と電力行政を司る池田隼人通商産業大臣に閣議で東北電力への水利権使用許可を認めるように働きかけた。8月には閣議でこれが承認され建設通商産業了承から東京電力に対して水利権の執行を通達。大竹知事はこれを受けて 東北電力に両発電所の推理権使用を許可した。背景には、本流案決定後も、分流案の優位性を訴え活発な工作を続ける新潟県に対し、本流案に基づいた開発を既成事実化するために、早期の着工を進めようとした福島県当局の思惑があった。その中で、早期着工を進めるには、 本流案を共に押した東北電力の方が円滑に、開発を行う上で好都合という理由が、大竹知事の判断につながったのである。これに、納得のいかない、東京電力は8月16日に、福島地方裁判所に、水利権使用許可取り消し処分の取り消しと、東北電力への水利権使用許可の執行停止を、求めて、行政訴訟を起こした。 しかし8月28日、吉田首相は執行停止されればただ見川の電源開発計画に重大な支障を及ぼすとして行政受験特例法を行使し、異議申し立てを福島地裁に申し立てた。これは9月11日に認められ、東京電力の執行停止申請は却下された。この一連の動きに対し12月の 特別国会衆議院予算委員会で推理権問題が議論された。東京電力から東北電力へ推理権が変更された一連の行為が不明朗であり、背後に東北電力会長、シラス、次郎の策謀があるのではないかという疑問が提された。シラスは吉田首相の側近であり、こうした立場を利用し、福島県に圧力をかけると同時に、 吉田首相など、関係閣僚に便宜を図るよう働きかけを行ったのではないかという疑惑が持たれたのである。特にこの問題を追求したのは、反、吉田の態度をとる、改新党所属の栗田秀夫と新潟県選出の自由党議員、塚田取彦で、栗田は国会内に、吉田と白スの不透明な関係に関するビラをまくなど、特に熱心であった。 この後衆議院で参考人招致が行われ、大竹知事や東北、東京両電力の社長、野田一などが参考人として答弁を行い、赤城大竹知事は、拙速な行為について遺憾の意を表したが知らすからの圧力は否定した。通商産業省は9月12日に仙台市で関係する当事者、利害関係者を集めて、聴聞会を開催し、 両発電所の所の属について聴聞を行ったこの中で、東北地方6県の知事、県議会、商工会議所、仙台市長、市議会、東北地方に工場を有する企業そしてただ見川、流域住民代表は、東北電力を支持し、京浜工業地帯に工場を持つ、企業204社及び、神奈川県、群馬県、そして、本流案の規制事実化を避けたい。 新潟県は東京電力を支持、膨大な只見川の電力をめぐりこの問題は東北地方対関東地方の対立にまで発展した。行政訴訟も2年に及ぶ長期となり、水利権問題は泥沼の展開を見せ新聞市場を連日にぎわせた。この問題の根本は日本初送電分割後の水利権貴族が複雑であったためである。 戦前より只見川を開発していた東京電灯の流れを組む東京電力か、地元の河川を開発し、地元へ電力を供給する東北電力か、これに利害関係者の思惑が錯綜して複雑な事態になったのである。だがこれ以上の紛争が肝心の電源開発事業の停滞を招くことを嫌った政府が電源開発と共に調停を行い、 最終的に東京電力は東北電力の推理権保有を認める代わりに東北電力は東京電力に相応の電力を融通することで両者が妥結。1954年1月22日に東京電力が福島地裁に行政訴訟を取り下げることで解決したタゴ倉庫。固定には五十個の住民の故郷が沈む滝ダムと滝発電所。 1961年完成。不法に転入してきた、真と問題が、保障交渉を複雑にした。ただ未特定地域総合開発計画では、多数のダムが建設されたが、それに伴い多くの住民が住み慣れた土地を永久に、失うという犠牲もあった。こうした住民に対する保障問題は、大なりこなり、存在している。以下の表は1952年に、 東北電力が調査を行った、ただ見川筋の水没対象個数である。これら保障問題において特に紛糾したのは、タゴソダムと滝ダムであった。タゴソダムの場合、ダム建設によってタゴソウ集落の50個が水没することになった。このタゴソウは、福島県下でも生活水準が極めて高い地域であり、藍津若松市よりも高かった。 電話が50個中10個、ラジオは全個所有していた。また、進学率も高く、東京大学に入学した住民もいた。こうしたことから、反対運動は熾烈であり、加えて当時レッドパージによって、非合法化されていた日本共産党が、思想的扇動を行うなど、保障交渉は、難航を極めた。この保障問題に、正面から対峙したのは、 大竹福島県知事と電源開発多ゴ総建設所長の北松智義であった。大竹知事は直ちに地元に入り、住民の説得にあたり、福島県議会による土地収容法による強制収容勧告にも否定的であった。こうした態度に50個中45個が1954年までに保証基準に妥結したが、残る5名は、 共産党の支援を受けながら、抵抗を強めた。北松はこれら反対派5名に日産して、説得に当たるが住民からは、ただ川の鬼と罵倒され、死業や石を投げつけられたという。不祖伝来の地を失う5名も必死で妥協点を見出すべく、大竹知事に直接掛け合い、大竹知事は、電源開発が提示した、保証基準での妥結を認めた。ところが、 この保証金額が当時のダム保証金相場に比べ大きく上回っておりダム事業への影響が多大だとして建設省と通商産業省が猛反発した結局相場通りの保証額に落とさざるを得なかったが住民は再び態度を高下さらに全国のダム建設予定地で保証金の増額を求めて事態が紛糾するケースが相次いだこれを タゴソーダム保証事件と呼ぶ。しかし住民も次第に共産党主導の反対運動に批変し、日本の民組合や日本社会党、福島県連に仲介を依頼。共産党に発覚しないよう極秘裏に、藤井総治電源開発総裁や福島県幹部との最終交渉が持たれ、1956年7月25日に、 大竹知事との東京会談で最後の5個も打結した。この間北松は、激務がたたり目を患ずらい退職、住民も疲弊するなど共産党による工作は地元に、何の益ももたらさなかった。一方滝ダムでも保障交渉が難航したが、特に問題となったのは、新都と呼ばれる住民であった。ダムによって水没する住民は177個で、あったが、 地元に、縁もゆかりもない外来者が、ダム建設決定後の1957年頃より、保証金目当てに続々と転入し、バラック小屋を建てた。その数は65個84棟に及び、住民の中には、暴力団員や韓国人もいた。保証交渉は、最終的に、大竹福島県知事の圧戦もあって、県に一任するということで、大半は決定したが、 新都の住民は保証金の釣り上げを目論み最後まで抵抗。最終的に2個が土地収容法による強制収容を受けた。こうした保証金目当ての新都問題は北山側の七色ダム、小森ダムでも問題になったが土地収容法による規制強化によって現在は見ることがない。ただ未特定地域総合開発計画には明確な。 事業継続年数があるわけではないが、1949年の小宅沼発電所の建設着手で事実上幕を開け、1968年の大月発電所完成で、ただ見川本流案において計画された発電所群が完成し、一応の区切りはついた。こうした一大プロジェクトは、小説やルポルタージュの格好の材料になり、三島幸夫の 沈める滝、白山三郎の黄金鏡、そのあやの無名碑といった小説や木下淳次、堀田吉江のルポとなって発表されている。この節における発電所の認可出力は完成当時のものを記載している。従って現在の出力とは異なることがある。小宅湖と直下の只見川、宮下田無湖、柳津ダムと柳津発電所。 1952年完成。片門ダムと片門発電所。1953年完成。上野尻ダムと上野尻発電所。1959年完成。洋川ダム。ただ見特定地域総合開発計画で最も下流に建設されたダムである。1963年完成。計画が策定された後最初に完成したのは、 翔宅沼発電所であった。戦前から計画されていたこの発電所は、日本発送電の宮下発電所建設によって、一旦中止された。だが、戦後の1949年1月より再開され、東北電力に継承後1952年11月28日より、発電が開始された。翔宅沼発電所は、カルデラ湖である翔宅港、 上部調整地、季節宮下ダムを、下部調整地として、最大 43,600kW を発電する。当時揚水発電としては、日本最大、世界でも、屈指の揚水発電所と呼ばれた。小宅沼発電所に続いて、宮下ダムの下流に柳津ダム、柳津発電所が1年6ヶ月という特管工事で1952年、完成。 同時に建設が開始されたただみ川西下流部の片門ダム、変門発電所がやや遅れて1953年6月に運転を開始した。水利県で東京電力と競争した本妙ダム、本妙発電所は1954年6月より一部運転を開始し、1959年からは全出力運転を開始した。本妙発電所は、 東北電力が管理する只見川流域の一般水力発電所の中では完成当時最大の出力を誇った。上田ダム、上田発電所は1954年3月より運転を開始し、1960年に発電機を増設して現在の出力になった。その後宮下、柳津、片門の核発電所は出力を増強している。 電源開発が担当した只見川上流部ではまず、タゴソダムが先陣を切った。事業着手後保証問題を経て1955年に、ダム本体の工事に着手し1959年には、貯水を開始。段階的に発電能力を増強しながら、工事を進め、1961年11月に、全事業を完成させた。 出力38万キロワットは近年まで日本最大の出力を誇る一般水力発電所であった。続いて、タゴソーダム下流16キロメートルの地点に滝ダム、滝発電所を1959年7月に着工、タゴソー発電所が放流する水を除水して、下流の水量を一定に保つ逆調整地としての機能を持ち1961年12月。 完成した。そして、ただみ川最大の奥ただみダムは、厳しい自然と戦いながら1953年より、工事を開始、奥ただみシルバーラインなどの輸送用道路建設に、続いて、本体工事に着手。1962年6月9日完成した。出力36万キロワットは、タゴソー発電所に次ぐ日本第2位の規模を誇る、発電所であった。 続いて着手されたのは、奥多畳ダム直下流に建設された大鳥ダム、大鳥発電所で、当初の計画にあった、前沢ダムの規模を大幅に縮小した形で建設され、1964年12月に完成した。最後に着手されたのが、大月発電所で、当初は、尾瀬源ダムから放流される火水が、 下流に影響するのを抑制するための逆調整地として、また王子の韓国で将来オゼゲンダムが大規模に、再開発された後は用水発電の下部、調整地としてタダミ川本流の白戸川、合流点付近、オゼと奥タダミダムの中間に建設される、予定の大月ダムより、トンネルで導水して発電後、奥タダミ湖に注ぐ支流、大津股川に放流するという計画であった。 しかし、オゼ・ゲンダム建設に対する反対運動激化によって、単独での開発に変更され、ダム地点を大津又川に移動させて1965年により、工事を開始し1967年12月に、運転を開始した。当初重力式であった、大津急ダムは建設変更地点の岩盤が、堅固でなかったことや資材運搬コストが高い、ことなどから、 ロックフィルダムへ形式を変更。コスト縮減の合理化を目的にアスファルトをダム上流部に敷いて水を遮るアスファルトフェイシングフィルダムと呼ばれる形式を日本で初めて採用したことが特徴である。ここにただみ特定地域総合開発計画に基づき計画された水力発電事業は一様の集結を見た。 しかし奥多田ミダムでは117名、タゴソーダムでは43名と労働災害によって殉職した従事者も多く、厳しい自然と、謙遜な峡国という悪条件の中で、首都圏と東北地方の電力供給のために命を散らした人がいたことも、忘れることのできない事実である。阿賀野川ではすでに、信号、山号、豊上、かの瀬の4発電所、 ダムが戦前に建設されていたが、戦後も発電所の建設が進められた。上野尻ダム、上野尻発電所は、山郷発電所と豊か実発電所の間、万越再線上野尻駅付近に建設された。両発電所の間にある未使用の落差を有効に、利用するために建設され、1959年6月に完成した。 そしてただ未特定地域総合開発計画で建設されたダムの中で最も下流に建設されたのが洋川ダム上川発電所で1963年に完成するこのダムは上流にある全発電所の水量を調整し阿賀野川下流の水量を一定に保つための逆調整地として建設されたがダムの収水面積が 約6728平方キロメートルと広大であるため、莫大な水量を制御するため横一列に水門が並ぶタイプの重力式、コンクリートダムである。こうしたタイプのダムとしては他に船際ダム、池田ダム、夜明けダムがあり、いずれも河川に建設されたダム群の中では、最下流部に位置している。新潟県と福島県が激しく争った。 ただみ川分水問題の解決策として導入された、黒股川の分水計画は、黒股川第1ダム、黒股川第1発電所と黒股川第2ダム、黒股川第2発電所を中心に、黒股川第3、第4発電所の4発電所を建設する計画となった。4発電所のうち黒股川第2発電所、および、 黒又川第四発電所は溶水発電を行うのが目的で、副次的に奥畳ダ,ダムの水を畳川の水が豊富な時に黒、また川に導水し、黒又川第四発電所から放流して、黒又川第一ダムに貯水し、越後平野への灌溉溶水補給を図るのが狙いであった。最後に、黒又川第三発電所を建設してこの流域の 水力発電事業は完成する予定であった。まず、黒又川第一ダムと発電所が1958年2月17日に運転を開始し、続いて第二ダムと発電所の建設が行われた。ところが、第二ダムが当初の有効貯水容量を1000万立方メートルから5000万立方メートルに拡張したことで、越後平野へ供給する、灌外用水が、 黒又川単独で賄えることになった。このため、新潟県は1961年9月、電源開発に、黒又川第4発電所と奥多田見ダムからの分水計画の中止を申し入れ、第34回電源開発調整審議会で了承されたことで多田見川からの分水計画は中止され、多田見川の水はすべて本流で一貫して利用されることになった。 こうして、新潟県長年の課題であった,た、只見み川分流案は、思わぬ形で解決したのである。同時に、黒又川第三発電所計画も中止になり、黒又川の水力発電計画は1964年1月14日に、第二ダムが完成したことで終了した。なお、第二発電所の用水発電は後に廃止され、一般水力発電所になっている。 なお、只見川最大の支流である稲川流域については、計画が頓挫した。縦岩川との合流点下流に建設が予定されていた内川ダム、内川発電所計画であるが、基礎岩盤が思った以上に悪く高さ119メートル、貯水容量3億2000万立方メートルの巨大ダムを建設するには、不安が生じたことや、水没物件が319個と、 本計画中最大となり、交渉の難航が予想されるという理由から建設を断念。これに伴い内川ダムからトンネルで導水して8万キロワットの発電を行う辰見山発電所計画も内川ダム中止により計画が成り立たなくなったため断念を余儀なくされた。一方稲川は1947年から3年連続で水害の被害を受けていたこともあり、 建設省北陸地方建設局が、縦岩川合流点直上流部の稲川に、洪水調節を目的とした、大桃ダム計画を1950年代後半より、立てていた。高さ74メートル、総貯水容量1388万、立方メートルの重力式ダムで、内川ダムに比べると大幅に規模は縮小しているが、東北電力は、この大桃ダムに、 電気事業者として参加し、2 6 0 0ットの出力を有する大桃発電所計画を立てた。しかしこの大桃ダム計画も地盤や水量調査といった基礎調査を行うに止まり、1960年代半ばには立ち消えとなった。これ以後稲川本流では新規の水力発電計画は実施されず、 戦前から稼働している稲川発電所のみが残るに至った。発生させた電力を送電させる。送電線網は、いくつかの系統に分かれて、配電地域に送電される。宮下発電所より、下流の只見川、阿賀野川水系に建設された、発電所の電力、及び、黒股川第一、第二発電所の電力は、東北電力へ供給される。 そして、上田発電所より、上流の只見川については、本名を、上田両発電所の水利権問題が解決した際に、東京電力と東北電力で申し合わせた、東北電力の東京電力への電力融通を行うために、電源開発の幹線を使用して、関東地方へ送電される。これらの電力は、ただ未幹線と呼ばれる、超高圧送電線によって送電される。 本名発電所を起点に、滝、タゴス奥ウ、奥畳の各発電所で発電された電力は、尾瀬、赤城山麓をほぼ一直線に、南へ貫き、利根川を溶かして、埼玉県川越市にある南川越変電所に送られる。ここから首都圏に電力が供給されるが、送電線はさらに南へ伸び、東京都町田市にある西東京変電所で終点となる。 ここでは、佐久間ダムなどの天竜川水系で発電された電力を送る送電線に接続されるが、日本で有数の電源地帯から送られる電力をこの変電所で融通することにより、火力発電所との連携や緊急時の電力補給に効果を有する。ただ川で発電された電力は、火気にエアコンや工場の操業などで電力消費量が多くなる。 ピーク時及び滑水による電力供給量低下時に供給され安定した電力供給に資している。なお、ただみ幹線から電力会社へ配分される電力の供給割合は東京電力75%、東北電力25%となっている。奥ただみシルバーライン、新潟県側入り口。観光道路としての役割を担う。 ただみ特定地域総合開発において建設されたのは水力発電所やダムだけではなく鉄道や道路といった地域生活に欠かせないインフラストラクチャーも整備されたその第一に挙げられるのは JR 東日本ただみ線であるただみ線自体は計画当時新潟県側は大白川駅まで福島県側は会津宮下駅まで開通していた しかし残りの区間は開通しておらず、道路事情も劣悪であったことから、特に当期は、た見町中心部は、完全に交通が遮断され、孤立した状況であった。田子層ダム建設に際し、建設物資支援総ルートの電源開発は、た見川下流より遡るルートと、合津田島駅から、小ま目峠を越えて、田子層へ向かうルートのいずれかを工事用道路として、検討していた。 そこに国鉄が只見線を1956年9月に会津川口駅まで開通させ、ここを起点にするのが距離の短縮につながるという理由で只見川沿いのルートが選択された。ところが道路建設計画を立案したところ事業の長期化と公費の高騰が予見されたので代わりに鉄道輸送による物資運搬を図る計画とした。そこで、 合図川口駅を起点に、只見駅までの 32.2km を、タゴソ専用鉄道として建設する計画を、運輸省に申請した。運輸省は、電源開発が、専用鉄道を使用した後は、撤去せずに、国鉄に譲渡し、営業路線として使用することを条件に、鉄道の付設を許可。 国鉄に工事を委託して、総工費29億円で1957年8月に完成した。途中豪雨や豪雪に見舞われながらも特管工事により20ヶ月後期を短縮しての開通であった。コンクリートをはじめとする1回1200トンにも及ぶ大量のダム建設資材を1日4往復して運搬し、 工事の進捗に貢献したゴソダムは1961年、完成する。その後は、運輸省の承認条件通り国鉄に譲渡され1963年8月20日に、営業路線として運用、タゴソトンネル、60離越トンネルが完成し1971年に、タゴソ大白川間が開通することでタダミ線は、全通。 藍津若松市と小出町が一つに結ばれた。一方道路については、奥多畳ダム建設による、奥ダ畳シルバーラインが知られている。奥多畳ダムは、タゴソーダムよりも、さらに奥地の謙遜な山岳地帯、銀山平に建設されたが、当時の銀山平は、小出から片道で3日間もかかる壁地であった。途中には、しおり峠の難所があり、陶器は、 数メートルにも及ぶ積雪が行く手を阻んだ。奥田田ミダムを建設するにあたり膨大な建設資材を運搬するには道路建設による輸送しかなかったが、当時はこのありさまだったのでダム建設に先立ち、湯の谷温泉付近から全長22キロメートルの工事用道路、奥田ダミ専用道路を建設することになった。工事は1954年12月より着工を。 開始したが、雪崩や転落などで54人が殉職する難工事となった。だが厳しい自然との戦いを乗り越え1957年11月3年の歳月をかけて完成するに至った。この道路の特徴は、全長22キロのうち18キロがトンネルで占められ、雪の影響を最小限に抑制する工法を取ったことである。 ダム完成後しばらくは管理用道路であったが1969年、新潟県に譲渡され、有料道路として共用、1977年には無料化された。現在は、年間60万人とも言われる、奥田ダ,ミダムへの観光ルートとして使用されている。また、タダミ川の開発を機に、長らく転線国道になっていた、国道252号、通称、 60里越が1973年に60里越トンネルの開通により全通。ただみと魚沼が一本につながった。しかし奥ただみシルバーラインと60里越は現在においても陶器には完全通行止めとなる。したがって、ただみ魚沼間の陶器における交通機関はただみ線が唯一の手段となっており、こうした重要性もあって JR は、 現在も赤字であるただみ線を廃止対象とはしていない。第二可ノ性発電所。夏季のピーク時に対応するために増設された。1973年完成。ただみダムとただみ発電所。1989年完成。ただ、三河流域最後のダムである。下郷発電所。阿賀野川水系最大の水力発電所。 1988年運転開始。ただ未特定地域総合開発計画は1967年頃には大方の事業を終了した。この頃には電力開発の主力は火力発電に移行、いわゆる非モンド重になっており水力発電計画は下火になっていた。しかしオイルショックによる国産の再生可能エネルギー開発の重要性や水力発電が 火力や原子力発電に比べて即応性が高いこともあって、年々需要が高まる夏季のピーク時発電に対応するため、水力発電の再開発が全国各地で行われた。また火力や原子力との連携を図りやすい溶水発電が注目された時期でもあった。ただ見川。 阿賀野川流域で再開発事業が着手されたのは、阿賀野川発のダム式発電所、加納瀬発電所であった。東北電力は、加納瀬発電所の対岸に、第二加納瀬発電所を1973年5月10日に稼働させ、夏季のピーク時に対応できるようにした。この再開発は上流に向かって進められ、1975年には、第二豊実発電所、 1984年には、第二信号発電所が建設され、さらに第二山号発電所が1992年、第二上野尻発電所が2002年完成し、阿賀野川の号発電所だけで1 8 7 2 0 0ットが新たに開発された。只見川では1979年より、只見発電所、只見ダ,ダムの建設計画が、 タゴソーダムの直下で行われていた。当初は1968年に計画が浮上したが、地元タダミ町の反対が強く、一旦立ち消えになっていた。しかしオイルショック以降水力発電の見直しが行われ、調査の結果タゴソタキ発電所間に残る有効落差を活用することで6万5 0 0 0ットの電力が新たに開発でき、かつ、 タゴソーダムから放流される水をより効果的に逆調整することが可能であることから1981年に着手した。タダミ町の56戸が水没することから保証交渉は難航し、水源地域対策特別措置法による保証額の増額なども図られ交渉が妥結。1989年に完成した。 さらに奥多ダミ発電所の増設が1999年に行われ、2003年の完成により出力を一挙に20万キロワット増強させ56万キロワットとなり、日本最大の一般水力発電所となった。また、タゴソ発電所では老朽化した発電機交換が行われ、2012年には出力が40万キロワットとなった。 只見川の支流である稲川の支流、黒谷川には1990年より、黒谷発電所の建設が始まり、1993年、完成した。この発電所の取水口である、黒谷取水ダムは、ダム本体が、コンクリートではなく、ゴムでできている、ゴム引き布製規複石と呼ばれるもので、一般には、ラバーダムとも呼ばれる。 ゴム内部に空気を送り込むことでゴムを膨張させ、貯水を行うというメカニズムを持つダムである。この拓路また川が合流する、破綻川の上流には1985年に、新潟県によって、補助多目的ダムである、破綻川ダムが建設されたが、電源開発はこのダムを利用して、破綻川発電所を稼働させている。溶水発電についても、大幅に増強され、 1982年に第二小宅発電所が完成した。出力は季節小宅沼発電所の10倍に当たる46万キロワットで東北電力の水力発電所としては最大規模である。旧時代のものとなった小宅沼発電所は2002年に施設一切が撤去された。さらに電源開発は 阿賀野川上流部での用水発電事業に着手した。1971年に建設省が阿賀野川本流に建設を開始した多目的ダム、大川ダムを下部調整地として利用し、大内塾の奥に上部調整地として大内ダムを建設。大川ダムの人造湖である若郷湖畔に下郷発電所を建設して、 出力100万キロワットと阿賀野川水系最大の水力発電所を建設した。発電所は1988年のダム完成に合わせて先行して据え付けが完了していた発電機2台が稼働を開始。1991年に残る2台の据え付けが完了し全面稼働を開始した。こうしたただ川、阿賀野川における水力発電開発により、 現在では、総出力約370万キロワットを発電するまでになった。ただ未特定地域総合開発計画で計画された水力発電所は、関東、東北の電力需要に対応するために建設され、その後新規に開発された発電所と合わせ今なお重要な役割を果たしている。一方、利根川海底改修計画と、 ただ川本流案の採用により計画が棚上げになったオゼゲンダムであるが、棚上げ直後の1953年より水力発電のみならず治水に利用しようとする風潮が関東地方より現れた。当時利根川流域も国土総合開発法に基づく特定地域の指定を受け、利根特定地域総合開発計画として具現化していた。 この根幹事業として、群馬県沼田市に巨大な人造湖を伴う沼田ダム計画が持ち上がったが、この沼田ダムと連携して、オゼゲンダムを地水等発電に利用するという主張が、関東地方選出の国会議員より出され、1953年、山崎武氏を議長に、1都5県と根川地水促進大会が開かれ、オゼゲンダムの多目的ダム化を要求した。 さらに首都圏の水需要が逼迫するにつれて、今度は首都圏の水がめとして、オゼ分水を利用する動きが活発化、神奈川県を除く関東一都合県は、オゼ水理対策規制同盟会を組織して、オゼゲンダムとオゼ分水の早期完成を要望した。この間オゼが1960年に特別天然、記念物に指定されたことから、東京電力は、 ダム建設を事実上を諦め、1966年には、ダムによらない、オゼ分水案を計画、オゼ原ダム計画は、凍結状態となった。しかし、関東地方一都五県は、ダム建設による、オゼ分水を要望、これに対し豊富な只見川の水を関東に奪われる、ことを恐れた福島県は、新潟県と共同で猛反対し、東北五県にも協力を依頼した。 このため、本名、上田両発電所の水利権問題以来再び、関東と東北が対立、水利権の許可、不許可をめぐって、攻防戦が繰り広げられた。しかし連携する予定であった、沼畳む計画は1972年に中止、その後,後、こ着状態が続く中で1992年、行政手続き法施行によって、東京電力は次回以降の小瀬ヶ原の、 水利権保留の引き延ばしが不可能になった。利根川上流ダム群の整備、環境保護問題の高まりや尾瀬第一、第二発電所に代わる、大規模用水発電所の相次ぐ完成で、建設のメリットがなくなった東京電力は1996年、尾瀬ヶ原の水利券を放棄し、ここに1919 19年から76年続いた。 オゼ原ダム計画、オゼ分水案は消滅した。また電源開発は、奥多ダ見ダムから分水を行って、品濃川水系佐那シ川に揚水発電所を建設する、湯野谷溶水発電計画を1991年により着手した。かつて、新潟県が主張した、多田見川分流案によく似た計画であったが、小説家、 海港県が立ち上げた奥見の魚を育てる貝などから環境破壊であるとして猛反発を受け、さらに電力需要の低下による採算性の問題から2001年に中止、下部調整地に予定されていた佐那市川ダムが2003年に中止されたことで計画は完全に消滅した。畳特定地域総合開発計画は畳川、阿賀野川に 階段式に発電所とダムを建設する計画であり、結果現在の形になった。この大規模開発によって、人造庫が多数誕生したが、それは見方を変えれば、昔からあるただ見川の自然な風景を失わせたとも言える。事実ただ見川が自然の姿のまま残っているのは、小瀬ヶ原から奥只見ダムまでの間と、 片門ダムから阿賀野川合流点までの間程度である。特に中州を見ることは、滝ダムより下流については、ほとんどない。タダ川合流点から上げ川ダムまでの阿賀野川も、似たような状況である。ともすれば、河川の環境破壊にも見えるが、ダム、人造湖の出現は反面で新たなる漁業、観光資源を作り出している。奥田ダミ湖。正式には、 銀山湖と呼ばれる。大物のイワナなどが生息する釣りスポットでもある。漁業資源については、階段式にダムが建設されたことにより、鮎やケなどの海流魚が、日本海からただ川上流まで遡上することができなくなった。特に、ただ川には、奥ただみ、大鳥、タゴソウ、本名、宮下といった。 高さ50メートルを超えるダムもあり、漁道の設置にも限界がある。その反面で、陸風魚となったイワナなどが巨大に成長し、それが新たな漁業資源を生み出している。特に、奥多田巫女と大鳥貯水池、タゴ倉庫では60センチメートルを超えるイワナが多数、生息しており、独自の河川生態系を生み出した。この奥多田巫女に惚れ込んだのが、 小説家で釣り好きとしても知られた海港県であり、当時密漁が問題となっていた岩ナの保護に乗り出そうと、1975年に奥畳の魚を育てる会を結成させた。この会を通じて、奥畳湖の一部が永年金漁区に指定されたほか、現在ではブラックバスの密放流に対抗するため、漁業権を管理する魚沼漁業共同組合と共に、 新潟県に働きかけ、外来魚リリース禁止条例を制定させるまでに至った。その後も、バス推進派である、日本釣り具振興会企画のバス釣り大会を拒否するなど、生態系保護のために活動を続けている。また、ただ川、阿賀野川については、大井川や品野川などのように、水力発電による河川流水の途絶、すなわち、 川枯れ問題は起こっていない。河川本来の水量が豊富なこと、ただみ川、あがの川の発電方式が、川枯れを起こした河川における方式と異なることが、理由として考えられる。川枯れを起こした河川の場合、その河川に建設されている、水力発電所の発電方法は、ダム水路式発電所と呼ばれるものである。この場合、 ダムから取水された水は直ちに河川には放流されず、山中を通るトンネルなどで別な地点に建設された発電所に送られ放流される。このためダムと発電所の間はほとんど流水のない状態になる。こうなると漁業をはじめ河川生態系全般に深刻な影響を与えるばかりか、流砂サイクルの途絶により海岸侵食にも影響し、大井川では 地元と電力会社の摩擦にまで発展した。しかし、ただ見特定地域総合開発計画で建設された発電所のうち、奥ただみ、小宅沼、宮下、上川以外は、ダムから取水された水がダム本体に付設される発電所で発電されて、直接河川に放流されるダム式発電所の方式を取っているため、水量は少なくなっても、 川枯れにはならない。ダム水路式を採用した奥クタダ,ミダムは以前はダム直下が川枯れとなっていたが、1997年の河川法改正によって河川環境の維持が治水、利水に並ぶ法の目的に挙げられたことで奥クタダ,ミダムより大鳥ダムまでの河川流量を一定に維持するための放流設備を増設し、この区間の流水が復活した。なお、 こうした放流を専門的には河川二次放流と呼ぶが、これを利用した小水力発電も日本各地で行われており、奥多田見ダムでも、この放流を利用して、奥多田見発電所とは別に2 7 0 0ットの発電を行っている。ただ、三河辺門ダム湖畔の柳津国造村、阿賀野川ライン、福島県北方市から、 新潟県北貫原郡阿賀町まで続く峡谷でダム建設により新たな風景を生み出した。写真は、鹿野瀬ダム調整地付近。ただ川、阿賀野川流域における観光の面ではかつて人石まばらであった銀山平が奥田だ湖の出現により新たな観光地として年間60万人もの観光客を集め、秋には 色鮮やかな紅葉を遊覧船から眺めることができる。人造湖に架か,かるた見線船の鉄橋は、鉄道ファンの写真撮影スポットとして認知され、特に、合図西方駅と合図ひばる駅間にある、た見川鉄橋は、柳津ダム湖の景色と、相まって、鉄道雑誌にも掲載されるほか、道の駅まで作られた。た見温泉などのた見川温泉橋は、 滝ダムの人造湖である滝湖や本名ダムこそいに、天在、柳津町にある柳津国造村は、片門ダムこそいにあり、湖水との景観に溶け込んでいる。国道二百五十二号や只見線から望む只見川の、四季折々の景色は見る者の目を楽しませる。阿賀野川に関しても、豊上ダム、加野瀬ダム、揚げ川ダムによって形成された、人造湖群が、阿賀野川ラインを形成し、 カノセダムの人造湖であるカノセダム調整地では奥阿賀遊覧船が就航。座敷船から阿賀ノ川の峡谷美を堪能できる。1973年5月15日には奥多田ダミダムとタゴソーダムが越後三山多田見国定公園の成立とともに区域に指定され観光地としての色彩が強まった。さらに1994年河川行政を監督する 建設省が従来の閉鎖的なダム管理体制を転換し、ダムを観光資源として積極的に利用する地域に開かれたダム事業を発表したことでダムを利用した観光利用の促進が全国各地で行われるようになった。こうした流れをさらに促し、ダム所在地域の活性化を図ることを狙いに、財団法人ダム水源地環境整備センターは、 ダム湖百選事業を立ち上げ、全国各地の地方自治体より推薦のあった人造湖をダム湖百選として認定することにした。ただ、三河流域では、日本屈指の巨大人造湖である奥多田美湖と田後倉庫が、多田美町など所在自治体からの推薦を受けて2005年にダム湖百選に認定された。多田美特定地域総合開発計画は、 電力の安定供給という大義名分の下でありし、日の只見川、阿賀野川の風景を一変させ、故郷が固定に沈むという大きな変化と犠牲、それに伴う過疎化を地元にもたらしたが、一方で、インフラの整備による、陶器孤立化の脱却や、新たな観光、漁業資源を地元に与えてもいる。只見川、阿賀野川の水力発電開発は、 大正時代より進められ、ただみ特定地域総合開発計画において、奥ただみダム、タゴソーダムを、はじめ多くのダムと発電所が完成した。その後も、水力発電開発は進められ、現在では、稲わしろ系統の水力発電所を除いた合算で372万2 0 0 0ットの電力が生み出されており、今後も首都圏を呼び、東北地方の電力需要に、 大きな役割を果たす。ここではそれら水力発電所の一覧を掲載する。ただ見特定地域総合開発計画に基づき、計画、建設された、発電所は、黄色欄にて示す。ただ見川、阿賀野川の水力発電事業は1910年の、岩城水力電気発起人、大田黒十五郎らによる、水利権使用許可の申請に始まる。 その後電力会社の開発競争や日本発送電による国家統制などを経て1951年、見特定地域総合開発計画の開始により、奥畳、タゴソウなどの大規模ダム、発電所を筆頭に多くの水力発電所が建設された。その後も再開発事業や新規水力開発が行われ、今も続いている。ここでは、 水力発電事業とそれに関連した事象及び周辺の動向を含めて年表形式でまとめる。ありがとうございます。